さて、石川選手、どうですかね、ロードスターの。石川選手は広くしてるんですよね。ロードスターだと小さいから、そんな難しくないと思うんですけど、出るときにちゃんと出れるか。お、クリアですね。お、やっぱ小さいだけあって、うまいうまい。これの元ネタは、ラリードライバーのケニー・ブロックっていう方がいるんですけど、その中の動画でこんなんがあったんで、やってみようかなと思ってやってみました。お願いします。どっから入るかな。残念ながら当たっちゃいましたね。倒れてないけど、結構見ると簡単そうなんですけど、やると難しいんですよ。特に大きい車は。はい、お願いします。で、切るかな。一周目はまずどっから入るかちょっと様子見せても、あ、いきなり入れるか。で、そっから入れるか。あ、おーおー、入ったけど、おー、微妙。出れるかな、いつ出るかな。あ、おー、おー、クリア。意外にない。おー、ナイス。意外にみんなできるね。俺の使いないでかいから無理。一周目から入れてく。あー、スピン。まあいいや、これ見逃すんでもう一回行きましょう。あと道場走行とか運転、自分が乗った車の誰かの車の中に緑色の携帯を忘れてると思いますんで、もしありましたらバスのところまで戻ってください。お願いします。で、並木選手をうまく入って、うまく出たと。先ほどはうまく成功したから、2本目もうまくいっちゃうよなと思いきやダメか。いいぞ。入れないように、スカイラインと同じサイズにしたいな。もうそこから入れるか、だけど無理か。やっちゃった。外周の手順がちょっとできてないですね、残念ながら。石川選手1本目クリアの2本目失敗の3本目はどうなるかな。あ、入ったけど、ちっちゃいな、車が。ちっちゃいな。まあ、クリアはクリアですけどね。厳しそうだな、これ。あそこから入るか。あー、だけど厳しいだろ、これ。あー、おー、
走りはあるけど回収ができなかった。あと2分で A グループの方です。A グループの方は準備の方お願いします。A グループの方で、選手の方が車を乗り換えてくださいお願いします。よろしくお願いします。それで終了になりますので、最後まで移動お願いします。